開幕に向け静岡で調整を行っている楽天イーグルスなど宮城のプロスポーツチームが各地で黙祷を捧げました。半旗が掲げられた静岡の草薙球場。試合がない楽天は投手陣のみが調整を行い、練習前に黙祷しました。チームで言えば、その当時どういう状況だったかとか経験をした人間というのは減っていっている中で、これをやはり下の代にもやっぱどういうことがあったかとか、やっぱこういう思いを持ってやってるんだっていうのをつないでいかないといけないと思いますし、そういうのが僕自身は大事かなというふうに思います。たくさんの方々に本当に支えられて、今、イーグルスが、あります。東北のチームとしてしっかりと使命感を持って、グラウンド上で表現していかないといけないなと思っています。仙台市の追悼式にはベガルタ OB のリャンさんや富田さん、マイナビ仙台レディースの選手たちが出席し、震災が発生した2時46分に祈りを捧げました。仙台 89ers は選手やヘッドコーチ、スタッフ40人が震災以降、荒浜小学校の屋上で黙祷しました。